おいしたいぜ。フルスペ始めてきっかけ暇つぶしです。暇つぶしで日本一です。いや暇つぶしで始めたけど、リアタイが始まってから別に暇つぶしでやってたわけじゃなくて、大会もちゃんと頑張ったよ。そこは俺が始めた時リアタイなかったんやから、俺もログイン勢やったもん。ずっとリアタイのシステムができてから俺初めて課金っていうものをプロスピにしましたから、無課金やったから。リアタイないまではつまらんかったな。全然おもろなかったな。ずっとログインしてエナジー25エナジー溜まったらガチャ引くみたいな、そんな生活ずっとしてたもん俺。しかも手動でちゃんとやってたし、 V ロードも。ただリアタイができて、なんじゃこりゃと思う。なんじゃこのシステムみたいな。しかも上手かったんすよ俺最初から。えセンスあるやんと思って、大会も始まって、え優勝できんちゃうみたいな思ったんがきっかけ。アイドルとプロスピ以外でなんか暇つぶしになるおすすめの新しい趣味ないですか？スロットとかやったら、パチンコとか一回は経験しとき。ダルビッシュ選手のツイート見たんですけど、セレクション今年も来ますかね。ダルビッシュさんがこの前僕の生放送来られた時に、一応なんかお楽しみにしといてくださいみたいなことは言ってましたね。今年もなんかあるますよみたいな雰囲気のコメントはしてはった。ここでスロット進めるのは悪魔すぎてさ、もう俺はだって言ってないからいくらでも言えるもんその闇をもう抜け出したから。俺は経験しとくといいことあるんすか？ないっす。悪いことしかないっす。パチンコスロット経験していいことないです。そこは頭に入れといてね。で俺のこと絶対恨まんといてな。